にちは、ワイルドキャットです。今日は2021年12月10日で、今朝5時50分です。パクリのホテルの生活を終えて航空学校に来て3日経ったんですけど、早速パイロットとしての最初の筆記試験があります。で、今日受けるのは、まあ、日本でいうと航空無線通信士みたいな感じで、フィリピンだと NTC って呼ばれてるんですけど、その試験を受けに来ます。で、会場がちょっと離れた場所で、ケソンシティっていうところにあるんですけど、まあ、18キロ先の場所で、18キロって大したことないかもしれないような気がするんですけど、まあ、フィリピンは朝の渋滞がひどいので、ここを朝6時に出発して受験しに行きます。で、試験の内容なんですけど、まあ、試験自体は難しくないみたいで、航空学校が対策の問題集を用意しているんですけど、これを A4 の紙で2、3ページ覚えればいいだけだし、試験もマークシートみたいなので、まあ、用語一字一句別に書き取れなくていいので、勉強時間30分ぐらいですね。そんな感じの試験、まあ、パイロットとしての最初の筆記試験を受けに行きたいと思います。今日の朝食です。航空学校で用意してもらいました。はい、というわけで NTC の試験を終えて帰ってきました。どんな試験だったかっていうと、問題数が25問で、答えはマークシートで答える方式で、まあ、それで8割取ればいいっていう試験ですね。25問の8割なんで、20問正解しなきゃいけないから、まあ5問まで間違えていいっていう感じです。まあ、マークシートなんですけど、日本と違って、まあ、フィリピン、インドもそうだったんですけど、鉛筆じゃなくてボールペンで塗りつぶすタイプのマークシートですね。修正できないようになってますっていうのが、まあ、日本のマークシートとフィリピンとかインドのマークシートの違いですね。で、どんな問題が出たかっていうと、まあ、無線通信の国家試験なので、基本はそういう無線通信の関係の問題になります。例えば用語の問題として、メイデーメイデーメイデーとパンパンパンの使い分けとかですね。例えばフライト中に CA さんが病気で倒れたら、メイデーですかパンパンですかっていう、そういう感じの問題がいくつか出ました。で、あとは無線装置に関する問題として、広域航法に使う装置は何ですか、これは GPS ですね。で、あと着陸の時、ビーコンマーカーで空港までの位置を示すシステムのことを何と言いますかとかね、これは ILS で、あとレラティブベアリングを示す装置は何ですかとか ADF ですね。で、あとは UHF の周波数帯は何ヘルツから何ヘルツまでですかとか、そういう無線に関する問題がほとんどですね。で、まあ、ちょっと無線とは関係ないんですけど、一応コミュニケーションツールとして、無線が壊れた時に空港の管制塔から光を使ったライトガンっていう装置で使うこともありますけど、それでそのライトガンが赤と緑の点滅をしてたら何を意味しますかとか、そういう問題もありました。1問だけ全然無線通信の関係ないんですけど、飛行機が安全に空を飛べるための検査のことを何と言いますかっていう問題が出て、答えは対空照明なんですけど、この問題は無線通信と全然関係ない感じですね。マークシートの選択肢の中に無理やり無線の資格の名前が書いてありましたけど、そんな感じのちょっと不思議な問題でした。で、まあ、言うまでもなく合格だと思うんですけど、ちょっと焦ったのは、もともとこの航空学校から配られた予想問題集というか、過去出た問題の寄せ集めなんですけど、これ見とけば絶対合格するよって言われてたんですけど、実際受けてみたら半分ぐらいの問題はここから出てなくて、普段ちゃんと勉強してないと、もしかしたら落ちたかもしれないです。自分はすでに PPL の座学は終わってるんで答えられたんですけど、これだけしか勉強してなかったら落ちるかもしれないです。そんな感じの試験でした。